こんにちは、くまたです。声優ニュースのお時間です。今回のニュースはこちら。声優さんの宣伝、SNS その他、説明欄をご覧ください。それではどうぞ。4月1日、声優串田康光さんが永眠されました。46歳でした。串田さんはアメリカのアニメ「ハルクスマッシュヒーローズ」などでハルク役の吹き替えをされた方です。テレビアニメで自分が印象的だったのは2021年放送の「白い砂のアクアトープ」グデン・ゴースケ役でした。お若いですし、ツイッターでは今年2月まで更新があったので正直信じられません。ご冥福をお祈りいたします。4月10日、西飛鳥さん、第1子のご出産を報告されました。女の子です。こんなツイートをされています。先日、元気な女の子を出産しました。おかげさまで、母子ともに健康です。経過を見守り応援してくださったファンの皆様、そして関係者の皆様に深く感謝いたします。本当にありがとうございます。初めての育児に奮闘しつつ、来たる復帰に向けて精一杯頑張ります。命って尊い。めでたい。無事出産されたとのこと、本当に良かった。あとは復帰までゆっくり療養していただきたいです。桑原裕希さん、先日ラジオでこんな可愛らしいエピソードを明らかに。桑原さんのご実家の机の引き出しには学生時代の卒業思い出文集みたいな冊子がしまってあるそう。卒業アルバムよりは軽めのもので、今となっては必要ということもなく、ずっと前から処分を考えていたとか。とはいえそのタイミングがなく、ずっと引き出しにしまってありました。が先日久しぶりに実家に帰り、机の引き出しを開けます。完全に忘却の彼方だった文集を手に取ります。やっぱ捨てようかなと思いつつも、ページをめくっていると後輩が選ぶ可愛い先輩トップ3というコーナーがあったとかで、なんと1位が桑原裕希さんでした。やるじゃない。結果処分するのはやめたそうです。気分が良かったらしい。こういうのってさ、捨てて数年経った頃唐突に恋しくなったりするから捨てられないよね。大切なものの価値、失ってから気づくのでは遅すぎる。そうであろう。道で知り合いとすれ違ってふと抱きしめたくなることってありますよね。いや知らんけど、先日上田玲奈さん、道端で偶然凛さんとすれ違います。随分と綺麗な人が歩いてくるなぁと思ったそうな。で凛さんの後ろからサンシャインが降り注ぎ、まるで凛さんに五光が差しているように見えたとか。玲奈さんそのまま凛さんに抱きついたそうな。羨ましいよね。みんなは道端ですれ違っても抱きつくのは知ってる人だけにしようね。松岡義嗣さん、この頃ずっとある悩みを抱えています。それはどんなに仕事が遅く疲れていても決まって深夜4時頃に目が覚めてしまうこと。しかも一度起きると目が冴えてしまい、なかなか眠れません。仕方ないので水を飲み、トイレに行って今のソファーに座ります。寝なきゃと思いベッドに戻るも眠れない。またソファーに座る。そんなこんなで午前5時、今日朝の仕事は何時からどうしよっかなと考えた結果、ドラゴンボールザ・ブレイカーズをやるらしい。なんでやねん。まあそこから爆睡したら朝起きられない可能性もあるよね。そうは言っても松岡さんめっちゃ忙しいし、叫ぶような演技が多いからかなり心配。ところで家出る直前に眠くなるそうです。さくらあやねさんのマネージャーが運営するインスタグラムアカウントが半年間の期間限定で開設されました。不定期で週1回ラジオのようにインスタライブも行う予定とのこと。これはファンからしたら非常に嬉しい。というのもさくらさん SNS をされてませんでしたし、さくらさんの近況トークが楽しめる7年間続いたラジオ「さくらとしたい大西」も3月に終了したばかり。4月10日には早速最初のインスタライブを実施。俺も途中から参加しましたけど、相変わらずトークも動きもくっそ面白い。皆さんぜひフォローしましょう。あとできれば半年と言わず一生続けてください。お願いします。山口勝平さん、今年2月のこと、初主演作の「ランマ1/2」でランマが作中に着ていたパジャマをイメージした部屋着を購入します。着用しルンルン気分で写真撮影、ツイッターに投稿。勝平さん万番ヘアなこともあり、その自撮りが機動部東電 G ガンダムに登場するマスターアジアみたいになったと自らコメント。多くのファンから似合ってる、かっこいい、かわいいなんていう嬉しいコメントが寄せられたのですが、某まとめサイトにてこんなまとめ方をされたそうな。秘宝山口勝平おじいちゃんになる。
カッペイさん、これはさすがに予想外だったとか、先日のラジオでこの事件に触れ、困ったなと笑いながらもちょっとショックな感じでした。俺が思うに、カッペイさんの年の重ね方ってかっこいいと可愛いが両立しています。秘宝ってことはないよ。4月9日放送、フジテレビ系逃走中。今回は4月より放送開始のアニメ逃走中グレートミッションとのスペシャルコラボ企画。舞台は横浜八景島シーパラダイス。こちらに浪川大輔さんが出演。アニメでは主人公戸村宗也を森久保祥太郎さん、ゲームマスター月村聡を浪川大輔さんが演じます。個人的に面白かったシーン、浪川さんが戸村宗也のアンドロイドと会話するところ。中の人が森久保さんなので、つまりは森久保さんと浪川さんの会話でした。宗也のなんか聞いたことある声だなが声優ネタで最高。あとはエリアに出現した大量の1円玉を手づかみで必死な顔で運ぶシーンかな。 TVer 見逃し配信もあるので、気になった方はぜひご覧ください。説明欄にリンクを貼っておきます。花澤香菜さん、声優デビュー20周年ということで、4月7日 YouTube にて花澤香菜祝声優デビュー20周年本人コメントという振り返り動画を公開。子役時代の話から声優デビューのきっかけとなる貴重な話までされています。そして動画で語られた衝撃の事実、アニメ『ゼーガペイン』で初めてヒロインを担当した花澤さんですが、当時は2チャンネルで棒読みだとめっちゃ叩かれたらしい。すごく辛かったとか。さらに同じ事務所に所属する同級生男性から、あんな棒読みだったら俺でもできるなと言われたそうな。当時は自信のなさからアニメが完走したら芸能活動をやめようと思っていたそうです。ではなぜ声優を続けられたのか。当時相談に行った大沢事務所のマネージャーさんに、声がいいからやめないでと言われたんだとか。マネージャーさん、あなた神、ほんと感謝、愛してると言ってもいいね。説明欄に動画のリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。さて4月10日月曜、いよいよ声優と YOASOBI 2023新シーズンがスタート。 MC は安本博樹さんと白井雄介さん。白井さんといえば YouTube 白井ムチャンネルでも有名だよね。白井さん、サッカーエジプト代表モハメド・サラーに扮して登場。初っ端からツッコミどころ満載だな。スタジオもオープニング映像も一新されていて、なんかそのすごかったです。やっぱ白井さん面白い。釣り竿を持って踊る、好物の天狗ビーフジャーキー食べてむせる、ヒゲも一緒に食べる、この辺とかなんかもう原始人に見えてきた。あと飛んでました、そして落ちました。これぞ万有引力。